インドを訪れていた鳩山総理大臣が今日未明帰国しました。午前中から早速新成長戦略の発表記者会見に臨みます。インドで鳩山総理は新首相との間で経済の連携や安全保障での協力などを盛り込んだ共同声明に署名しました。一方、同行記者団との懇談では沖縄の普天間基地の移設問題について来年の5月までにアメリカとの合意も含めた決着を目指す考えを示しました。鳩山総理は今日午前1時前に帰国しましたが、早速午前中から臨時閣議に出席した上で新たな成長戦略の発表を行うなど多忙なスケジュールをこなすことになっています。